そういうのと、あと、なんか、バタフライ効果みたいなことですけど、なんか四つ葉のクローバーが咲かせちゃう子供っていうのをテレビで見てですね、なんか、わーって言ったらそこに本当にあるっていうのがあって、まあ、いろんな友人にそれを今見たんですよと話すと、なんか、脳みそに行くときに、なんかもう、なんか画像処理みたいなことをやっていて、で本人はそれに気づいてなくて言語化できないけど、なんかもう大人になっていくとなんか整理されてしまうような、なんか感覚退化するっていうのがあるんですけど、なんかこうそれをそのままダイレクトにこうビジュアルで見てるからそれがわかるんですねみたいなことを、割となんかプログラムとかその画像認識とかやってる専門の人から聞いたんですけど、そんな感じがなんかあるんじゃないかなとは思いますね。なんかいろいろただの石なはずなのに、なぜここに転がってきてるのかっていうのは何か理由があるはずで、誰か どっかからそこに来てるわけなので、何かが影響しているような、はい、なんか見えないつながりをたどらせてもらってるので面白かったです。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？ちょっとみんなの前で質問するって結構勇気がいるかなと思うので、もう少しまだいらっしゃいますよね。はい、しばらくいますのでどんどん声かけてください。はい、今回ですね、見えないものを見えるようにする力を感性と呼びますというお二人 の言葉の通りですね、美術館、本当の美術館という場で想像力を膨らませて、そのまま皆さん帰ることが多いんですけれども、モセラックスさんの作品にはここで楽しんで外に出て想像力がさらに膨らむっていうことは、やはり自然のものを取り入れていらっしゃることと、普段私たち見ている景色も実は見ているより見てなかったことに気づかせてくれたり、そういう何かこう外に出ていく家庭で起こることが多いみたいで、アンケートにも2016年の時にはこの展覧会に出会ってなかったらこれから見る景色は変わっていただろうという、すごく美術館としては本当に嬉しい感想をいくつももらったのをよく覚えています。皆さんとちょっと裏側を知って、さらに見えないものがさらに見える力を今日はもらえたんじゃないかなと思います。本当にお二人ありがとうございました。